そう、できるだけ詰めてほしいな。
その崖の背中全て落ちた時、鼓動が止まったように君も眠っていた。季節は変わってもまた会えるはずさ。そういう溶かせるのは冬の太陽だけだった。すべてのです。疲れてる時にあれなんですけど、僕らみんなてかお疲れ様です。何言うか忘れちゃった3日目ってね、結構みんな大根とかもそうだけど、結構みんな僕らの人とかね、普通にベースとかギターもそうだけど、めちゃくちゃ疲れてる時にこうやってなんかあんまり顔に出す、なんかまあ感動とかめっちゃ顔に出てるけど、でそういうのを出さずにみんなこう見てくれるのって、もうきっとね、なかなか外番とかだとそういうのも、そういう経験もないし、やっぱりサークルとか入ってじゃないとね、そういうアクトじゃないとできないと思うから、本当に NSP に入ってよかったなと思います。僕からはもうさっきおしゃべったんで以上です。ありがとうございました。学祭3日目お疲れ様です。ストレートナー選んだ理由なんですけど、ベードラ講座っていうのがありまして、
まあなんか去年僕やらなくてなんかもう半ばもうなんかその伝統が消えちゃったみたいな感じになっちゃってるんですけど、そういうのがあって、その課題曲がなんか伝統的にこのストレートナーのリマインダーっていう、まあ、なんか曲になってて、でそれでその課題曲出されたタイミングで僕なんかもうそんなにベースのモチベーションがなくて、もう正直このままサークルいてもどうなのかなみたいな思ってて、でそのリマインダーの条件っていうのがピックで演奏するみたいな、指はもう絶対ダメみたいな感じで、今まで自分指弾きしたことしかなくて、でまあピック弾きしてみれば新しい刺激になるかなと思って、その課題曲に結構真面目に取り組んでみたら、もうずっぽりもう単純なんで本当にベースの持ちで回復して今に至る、まあ、ずっと練習して今に至るみたいな感じで、そのベースのモチベーションっていうか、この NST に居続けていられる理由っていうか、まあ、そういうのを与えてくれたバンドっていうことで、とても心を思い入れ深いバンドなので、今回このストレートナーというバンドを選ばせていただきました。まあ言ってしまえばもうこの曲今まで2回ぐらいやってるんでやらないんですけど、リマインダーは。でもまあ最後までお聴きいただければ嬉しい。まあ落ちないね、ごめん。まあすいません、まあ、落ちない、うん、落ちとかないからもうすいません。あと業務連絡なんですけどこのタイミングで先ほどもまあ LINE で流したんですけど、 iPhone8 まあなんか黒いすごいシンプルなケースに入ってる白い、まあ、ちょっとガラスでフィルム割れてるみたいなやつがあったら、まあ、僕の元まで、まあ、多分この後ずっと宅にいるんで、まあ、見つけてくれた方は持ってきてくれると嬉しいです。じゃ最後までよろしくお願いいたします。ありがとうございます。2曲ぶつづけてやりたいと思います。夏ぐらいから竹山と一緒に引退したいってずっと思ってて、まあ言ってたんですけど、なんでね、一緒に引退できてよかったです。よし、なんで後輩の2人に感謝しながら最後に2曲やって終わりにしたいと思います。ありがとうございました。
から。まあ、これからも、これからも、なんとか20年後に向けて、3人でやって、最後、お会いしたいと思います。6、3人でご参加になって、お会いします。ありがとうございました。Oh.